釣れるんですかっていうのがあってっていう感じですかね、はい、釣れるのかなとこれ餌を入れないでね、これは水を入れて手を洗うから、餌はこれで入れてください。覚えてくれた、ありがとうございます。いくぞいくぞ、釣るぞ。海の女感が、いえ、もう多分こうやってこれ持つだけでなんか釣れる人みたいなあ、いる、え、あ、決めた、なるほど、おー、決めた、こうやって、あ、魚です、魚です。びっくりした、もう入ってんのかと思った近くにいたい、少し行ったよね、魚が浸る量、こんなもんですかね、こんなもんですかね、うんうん、こんなもんですね、ですね、はい、で、手を洗うために水を汲むと、仕掛けを作りますけど、はい、まず餌を、はい、一尺に投げてみましょう。大体これは使い切る、使い切ります。柔らかい方、柔らかい方、硬いのは、ね、浮いちゃうから、あ、これこれ、そうそうそう、それは これぐらい、うん、ぼちゃっと、はい、で、あそこを見て、はい、で、で、洗って、あ、なるほど、あ、うん、下げていた方が楽かな。あ、なるほどね。堤防にはそう、そうやってかけた方が楽です。それをもっと下げると。下げて、そう。座れるんだ。なるほど。ママ忘れて次。おっ、そうそう。うん。端っこからこっちから引っ張れば、こっちこっちこっち。そうそうそう。そうそうそう。そうそう。ほう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 。はい。で、釣りするときは、この針の数が多いので、はい、たるませたりするのは、はい、絡む原因になりますからね、はい、絶えずピンと張るのを心がけてください。これはもう離して、で、ママ、ゴミはこれ飛んでっちゃうから、これをクーラーの中にもうすぐ入れて、なるほど、はい、て、こうやって、うん、ゴミ大事です、絶対ダメ残したね、はい、うん、カゴをカゴを取って、ほら、ここたるむじゃない、たるんじゃダメ、はい、え、どうすんの、いい、これ、はい、ほら、いい、ちょっと一回だけやるから、はいはいはい、これほら持って、はい、こう来て、ここに置くわけ、ちょっとたるまないよね、わ、はい、かる、うん、さっきママはこうやってキャッチしようとしたじゃない、そうそうそう、たるんで次絡まるから、ここ、はい、ね、はい、ここはダメですよ、はいはい、こうやって置いちゃっていいんですか、そう、こうやって置いて、置いて絡まないように置いて、それでカゴに餌を詰めて、そんなおっかなびっくりしてるんですよ、大丈夫カゴにね、7割、8割の餌を詰めて、それは硬くていいですからね、はい、中央の凍ったやつで、はい、ここです、ここ、はい、そう、それで、こうやって、はい、離してごらん、左手、離しちゃっていいんですか、離して、はい、いいよ、ほら、はあはあ、絡まないで、あ、なるほど、細かい当たりを取ったり、1回目のガツンときたので取らなくても大丈夫です、はい、数も数で来るからね、次から次へ、普通なら、はい、で、ある程度したらもうコマセからずれてるんで、はい、またコマセを振り出して、そうかそうか、はい、自分の足元にコマセのサビキのところにコマセが巻かれてるような状況を作り出す、はい、その繰り返しをするんです。
流れてったコマ線に釣られて、今こう流れてるの？今あっちに流れてます。え、そう。はい。え？あ、まあまあ。こうやって外す。はいはい。外して、はい、これで。違う。みんな何してるんだろう、喋ってるのかな。本当ですね。あとは魚が釣れるだけです。もう取れたか多分十分、はい、昔競馬もやって、あ、競馬じゃない、競輪、あのやったことないって言ったら連れてってもらって、ビギナーズラックがあるから、はい、絶対当たるって言われて、全部当たったから、だから私ダメなんだよ。来てますね。どうぞどうぞ、平田さん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 、待って、これ、まあまあ取ってます、あの待って、あげていいんですよね、巻いていいんですよね、ちょっと待って、これ、はい、巻きます。あ、やだ。あ、次落としてすぐ。いっぱいいる、すごい。やだ、今、手応えあった。すごい。喋ってた、した。おー。ムロです。ムロです。すぐ食いますよ。おー。おー。おー。どうすんの、これ。こうやってあげます。こうやってあげます。あげたら、すごい。絡まらないように糸をこうして、まっすぐするでしょ。はい。で、竿を置いて、はい、おお。いよいよ置いて。置いて。で、魚を押さえて、魚を外して、ふくらに入れるだけ。はい。いやー、取れた取れたー。おお。もうね、この釣れてる時間って、あっという間に終わるんで、はい、そう思っといて。はい。釣れてる時に一回でも釣る。なるほど。仕事でいいからね、さっきの投げるのいらない、はい、了解。もうこのブームが始まったら、もうそのブームに乗っからないと。そうなんです。どん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 っていう、はい、流行りがすぐ終わってしまう。なるほど。下手したら今ので終わりの時もありますよ、ね、なるほど。やだ。ママはブームに乗れないで終わっちゃうんですよ。乗れないよ。もうね、このまま一生終えるんですよ。あ、ごめんなさい。信じられない。ちょっと待って、巻いてから人生と一緒。やだよ、なんかそういうこと言うのは。もうこれからです、これから。90度に押さえてから、して、はい、で、竿を持ち上げて、振り子のように向こうにして、もう一回行くね、もう一回行って、もう一緒、ね、なんかでもまたちょっと伸びて、伸びました。そうです。絶対切らしちゃダメです。ですよね。そういう方多いですよ。来た。あ、来た。あ、来た。よく見えた。違う、巻いて巻いて。そこで巻いて。はい。さっき言ったように竿を上げて、はい、上げた分だけ下ろせるから巻いて、その繰り返し。あれ？ああ、逃げられちゃった。ママね、なんで何がいけないんですか。ちょっとタイミングがね、向こうに主導権を与えすぎですね。ちょっといいですか、竿上げて、先が絡んでる針がちょうだい。あ、はい、うん、あ、本当だ。バツンと入ったからね、もう無駄だよ。うん、今聞いた感覚どうですか。ガツンで分かりやすく、もう絶対誰にでも分かると思う、これブルブル、もう打ってくると。あれ分かんなかったらやばいよ。最初思ったの分かんないの。ベルを開けて、開けて、落ち着こう。釣れるか。声出して。シャキシャキ。あ、こっちだ。巻いて。よし。え？え？いない。あ、いた。ついてる。あ、ムラジ。どうすんの。はい。よし。ああ。頭ついてる。大丈夫。頭ついてる。何かついてる？どうしました？記念すべき一匹。やったー。はい、次釣りましょう。待って、ブーブーだ、ブーブーだ。国見さん、待って、ギュッと握って、そう、それを引っ張ります。針の反対の方向へ。そう、そっちへ。ちょっと待って、音をマスクしてみよし。え、これが、どっちが反対なんですか。いいですね。ここ持って、ギュッと持つでしょ、はい、ここを持って、クリッ。あ、そうか、あー、絡んでる。だからできればこの汚いのも足踏むと
車乗る時臭くなっちゃうから、はいはい、きれいに一回流した方がいいですね。なるほど、なるほど、はい、ちょっとね、あ、足気をつけてください。でこのゴマセの匂いも寄せる力があるからね、はい、有効に使えるってことですよね。じゃあ洗いながら集めて、洗いながら抵抗はきれいにしましょう。いや釣れましたね、国見さん。すごい。興奮しますね。興奮しますね。まあ、OK です。ありがとうございます。いやもうあと100回ぐらいできそう。国見さん一気に元気になりましたね。これかって感じで、釣れるとやっぱ楽しいんです。引いてる引いてる引いてる。はい、引いて。来た来た。来た。おお。よし、来た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 、これでいいの、こうやってこっちゃっていいの、いいよいいよ、そのまま、いやちょっとこのまま、あ、絡んじゃった、あ、そうか、これを下げちゃいけないんですね、そうそう、絡んじゃうんです、ね、このピンと針を取っといて、すごいすごいすごい、はい、投入して、すみません、次、投入、またそのまま行きますね、そのままそのまま、国見さんがコツを分かってればもう倍は釣れますね。だってこれを外して、あのね、帰るときに車とか洋服とかいろんなとこ引っかかっちゃうから、はい、トラブルの可能性が高くなるんですよ、はい、外してこの車の中に一緒に入れちゃいましょう、車じゃない、はい、クーラー、はい、そうですね、で、ゴミないかチェックですね。そうですね、ないですね、海の汚れを確認して、これコマセでしたっけ、コマセも、コマセもあの置いた場所をちゃんと流して、流して余ったコマセはいや海に撒いちゃダメです、あ、そう、持って帰りに行きましょう、持って帰るんですね、はい、あ、なるほど、持って帰ります、海が汚れる原因になりますからね、あ、そうなんですね、そうそう、なるほど、環境負荷を最低限にしないとね、了解です、うんうん、じゃあこれ、あ、はい、でこれで、はい、はい、これ持って、よし、それ持って、こうして、はい、ほらもういかにも釣り人で、はい、終わりました、帰りましょう、今日は良かったですね、いやー良かった、さあ帰りましょう、はい、ちょっと待って、これ入れて、あ、ごめんなさい、どうやって楽しめますかね、叩きにして食べます、あ、いいですね、ありがとうございます、もしかしてあの YouTube の撮影ですか、今日釣りの、はい、撮影してもらって、でもそこの中から絶対ブルームさんいるから、あの行って飲もうねって、ここまでが今日のセットで、本当ですか、嬉しい、お邪魔しました、めっちゃ嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます、いつも本当いつもってことで、女子一人で釣り、はい、なんか不安なスタートでしたけど、もう不安しかなかったんですけど、よかったですね、釣れたし、上釣り兄さんがちょっと見てくれたし、最高でした、よかった、もうあんな釣れると思わなかったですね、思いませんでした、釣れなかった場合どうするんだろうって思いながらのでしたよね、30分で何匹釣れます、はい、釣れたのは5匹かな、うん、でもあのね、逃したのが5、6匹あるので10匹は釣れました、で私がもたもたしてなければその倍は行ったって上釣り兄さんが言ってました。ね、もう少し時間にゆっとりというか、うん、午前中とかね、うん、空いてれば結構10匹とかは、あ、もう全然、多分これが入れ食いってやつですかね、もう海のどくとすごい2、30匹うわっていましたね、なんか興奮した、興奮しました、なかなかこの年で興奮することはないので興奮しました。だいたい私いつも言うけど島人は島の楽しみ方をなかなかしないので、釣りも本当に初めてだし、八丈島で釣りしたのは初めてなんでいいと思います、ど素人がいい体験をご紹介できると思います。
今回は釣れたんですけど、もし釣れなかった場合、そういう時はあのラーメン、レンゲにぜひラーメンを食べに来てください。魚はないけど美味しいラーメンが待ってます。はい、あの釣れないショックを立ち直らせてくれるあったかいラーメンが待ってます。お待ちしてます。このチャンネルでは八丈島の魅力や、私のお店のレンゲの魅力などを伝えています。ぜひチャンネル登録、いいねよろしくお願いします。まだまだ行きます。まだまだなんだっけ、さっきのなんか言ってたじゃん、終わってる、終わってるって言ってなかった、私のこと終わってるって言わなかった、言ってたよ、なんか言ってたんだよ、面白いこと、ブームじゃなくて、なんかもう年だから終わってるって神津兄さん言ってたじゃん、あれ空耳、ブームが終わった、あれ人生みたいって、人生は僕、あ、そうなの、待ってよ、私の人生まだ終わってません。まだまだやります、まだまだできます。選挙運動みたいだねまだまだ頑張ります、よろしくお願いします。またね。